今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。最近ね、急に寒くなってきましたよね。僕もこれまでね、ロンティーとかね、シャツ1枚で動画撮ることが多かったんですけども、ちょっとね、寒くなってきたのでね、冬服とか引っ張り出して久しぶりにこのジャケット着たんですけども、これ結構ね、お気に入りの古着のジャケットなんですけどもね、色合いとかも可愛くて、このメガネとも合ってていいなってふうに思ってね、これからちょっと冬服での撮影も多くなってくるんじゃないかなってふうに思います。まあね、よろしくお願いしますじゃないですけども、よろしくお願いします。でというわけで、今日はね、何の動画撮るかっていうとですね、僕が発売日に iPad Air 4を購入してからだいたい1ヶ月、ちょうどね、3週間ちょっとぐらいかな、時間が経ったんですね。で今回僕この iPad Air 4に関しては 64GB ストレージを選んだんですよ。前回動画でもね、この64を選んだ理由と話したんですけども、この iPad Air 4ってね、 256GB か 64GB っていうね、ちょっとこう変わったストレージの構成しかないんですよ。なので多くの人って128あれば安心できるんだけど、128がないからちょっとね、頑張って安心量を買うって意味で256買うのか、ちょっとストレージ節約して64買うかって方が多いと思うんですよね。あえて今回は 64GB っていうね、すごくちっちゃな内蔵ストレージの iPad を買って、その代わりに外付け SSD、 外部のストレージを活用して iPad のね、内蔵ストレージをうまくこう少なくやりくりできないかってところをちょっと使いこなしてみようということで 64GB を選びました。このタイミングでその 64GB ストレージって実際どうだったの、現実的にちゃんと外付けストレージと活用しながら使えるのかっていうところをですね、ちょっとレビューしていきたいなというふうに思います。結構ね、 iPad Air のストレージ選び悩んでる方も多いと思うので、この動画が少しでも参考になれば幸いです。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまずですね、僕がこの iPad Air 4をじゃあ何に使っているのかっていうね、用途のところからまずはちょっとご紹介していきたいなというふうに思います。さっきね、仕事と動画編集って話をしたんですけども、大きく分けてね、その2つかなというふうに思ってます。仕事の方では、メールを使ったりとかね、スラックを使って人とコミュニケーションしたりっていうふうなコミュニケーション業務が多いので、ね、そういったことをしたりとか、あとはですね、結構写真の編集とかね、記事を執筆することもすごく多いので、一眼レフで撮影した写真を iPad Air 4に取り込んで編集して、それをね、どっかにアップロードするみたいな、そういう写真を扱う仕事も結構多かったりします。であとはですね、スプレッドシートを使ってこう表計算をしたりとか、最近ですね、ちょっと本を書く仕事もしているので、そこでね、 Google ドキュメントを使ってクラウドベースで文章を書いたりとか、そういったことを結構しています。あとはですね、仕事で扱うその資料的なもんなんですけども、一応 PDF でね、請求書をもらったりとか、こっちから発行してそれを相手に送ったりとか、そういったことはしてるんですけども、あんまりね、容量を食うような資料を扱ったりは仕事ではしてないんですよね。で逆に動画編集、プライベートでやってるね、こういう動画編集とかは結構がっつり容量を食うことが多くてですね、やっぱり一眼レフでこうやって撮った動画を iPad に取り込んで、そこからね、LumaFusion っていう動画編集アプリを使って編集を行ったりとか、あとはね、 YouTube アップするときにサムネイルを作ったりもしなきゃいけないので、それはね、アフィニティフォトっていう結構高機能な画像編集アプリを使って、こう一眼レフで写真を撮って、それに文字を載せたりとかしながらサムネイルを作成してアップするみたいなね、そういったことをしています。なのでね、僕のこの働き方とかライフスタイルだと、仕事の方ではそんなになんか大容量のデータを扱ったりとかもしないし、書類を作ったりするときも Google のね、そのクラウドサービスを使ってることも多いので、あんまりローカルストレージを消費しないんですよね。逆に動画編集とかはめちゃめちゃ動画を食うので、その辺でやっぱりこうストレージを圧迫してくるのかなというふうに思います。このあたりはですね、例えば自分がイラストレーターだなとかね、自分が学生だった場合とかに絵をどれだけ描くのかとか、教科書どれぐらいこうね、 iPad の中に入れておきたいのかとかね、自分のライフスタイルに合わせてどれぐらいストレージが必要なのかっていうのをね、ちょっとこう考えながら動画を見ていただければなというふうに思ってます。でここからはですね、実際じゃあストレージの容量とか減りの速さどうなのかっていうとですね、結構これはやっぱ 64GB は減るのめちゃめちゃ早いなっていうふうに思いました。仕事ではそんなにね、大容量の資料とか扱ったりしないんですけども、動画1本、具体的にはこの間ね、トバログと一緒にうちでコラボ動画撮った時の動画1本を、動画取り込んで編集して完成してっていう風に終わった段階で、すでに 37.8GB ぐらいのストレージを使ったんですね。これ動画1本分だけでこれなので、もう1本動画作るとなるとね、なんだかんだ 10GB ぐらいやっぱりストレージが必要なので、 48GB もう危ないですよね。で3本目いくと 58GB ってなって、もうね、パン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 なんですよ。なんでこれほとんど動画しか今ね、大きなデータ入れてない状態でこれなので、もうちょっとね、例えば電子書籍をダウンロードしたいとかね、漫画ダウンロードしたいってなると、漫画とか結構ストレージ食うじゃないですか。
そうなってくると結構やっぱり 64GB 僕のこの使い方だったらストレージすぐにいっぱいになっちゃうなっていうふうに改めてね感じました。まあ、これはね一部仕方ないこともあって僕の使ってるね動画編集アプリのルマフュージョンっていうねアプリがあるんですけども、このアプリってね使用上この iPad の中のカメラロールの動画とかをルマフュージョンの中にコピーしてそこで編集を行うんですよ。なのでアプリに取り込んだ時点で容量が元データの2倍になっちゃうんですよね。 iPad って結構この仕様が多くてですね、例えばカメラロールにある写真をライトルームっていうね写真編集アプリに取り込むって時も全部基本的にはね移動じゃなくてコピーなんですよ。なので、まあ、元データを削除してあげればね問題はないんですけども、元データ削除せずにとりあえず写真編集しようとかね動画編集しようと思ってアプリに取り込むとその時点で容量が2倍になってるんで、これは結構ね iPad を使う上でこう容量がこう大きくなってしまう原因の一つなんじゃないかなというふうに思います。改めてやっぱり 64GB は創作活動とかをしてる人にとっては結構ねストレージとしてはしんどいのかなというふうに感じました。はい、というわけでここまでね 64GB ストレージってどうなのって話をしたんですけども、まあ、正直ね 64GB がしんどいってことは僕もなんとなく分かったんですよ。まあ、今回ね問題はここからですよね。iPadOS になって USB Type-C ポートを搭載した iPad Air だったら内蔵ストレージは少なくても、例えばねデータがすぐいっぱいになっちゃったら外付け SSD にデータをぴょこっと移動させればまたね iPad の内部ストレージって開くことができるので、そういう風なこまめにこまめに外付け SSD にデータを逃がしてあげる運用、これが具体的に現実的に使えたかっていうところなんですよね。で僕は今回このレオイっていうね中華メーカーの外付け SSD を使ったんですけども、これすごくコンパクトで持ち運びも全然苦にならないし、かつ USB Type-C ポートを搭載しているので、まあねデータの転送速度もそんなに遅くない部類なんですね。でこれを使って、まあ、果たしてそのデータをちょこちょこ移動させながら使うのがどうなのかって話なんですけども、僕これはですねちょっと僕の使い方だとまあその現実的に厳しいのかなっていうふうにね思ってしまいましたね。さすがに 64GB だったらその外付け SSD を使った活用ってのもちょっと現実的にはメイン端末には使いにくいなっていうふうに感じました。でこれね厳しいって感じるのはただただ僕の感想でしかないので、客観的に厳しいのか厳しくないのか判断できる材料をちょっとご紹介しておくと、 iPad から外付け SSD にデータを移行するのにかかる時間なんですけども、これがね測ってみた通りレオイを使った場合ね 10GB 分ぐらいのデータがだいたい5分ちょっとで外付け SSD にコピー可能なんですよね。だいたい僕の場合動画を週に3本とか4本アップするんですよ。なので1本動画作るのにだいたい 10GB ぐらいのストレージが必要になって、毎回ね編集が終わったものは全部もう外付け SSD に移行させていくっていう風な運用を考えた場合、毎週 40GB 分ぐらいのデータの移行が必要なんですよね。40GB っていうとだいたい20分とか25分この計算だったらかかるんですよ。この1週間で25分のデータ移行時間を苦痛と思うか思わないかっていうのが現実的にこれが使えるのかどうかっていうね判断するポイントになるかなというふうに思ってます。でさらに純粋に25分かかるだけじゃなくてですね、 iPad のファイルアプリ関連とかね外付け SSD の周りってまだあんまりこうパソコンほどいけてないんですよ。なので iPad の場合ねデータのこの内蔵ストレージから外付け SSD に移行するときにシークバーとかも出ないんで、どれぐらい進捗が進んでるのかとか、あと何分で終わるのかっていうのも全く表示されないんですよ。なので結構ねすぐ終わる時もあればなんかめちゃめちゃ時間かかる時があって、そういったとこも全くこっち側から見えないんで結構ストレスになるというかね、結構僕は苦痛だなっていうふうに思っちゃいましたね。であとはねまだまだちょっと不具合というかこうアプリ側もうまくいってないところが多くて、データ移行をするんですけども全然終わんない時があってね、もう一生なんかでエラーで突っかえて、でもエラーですとも言われないんでずっとぐる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 回って、最後はもうね自分でアプリを強制終了して諦めるしかないみたいな、そういう不具合というかちょっとまあエラーなのかな、そういうのも起こることが結構まだねたまにあるんですよ。なのでそういったことを考えた時に毎週そういう作業が定期的に30分とかの時間で発生するってのが僕の中ではちょっとしんどいなっていうふうに思ったんですよね。逆にいや1週間で25分でそれぐらいのリスクうまくいかない時もあるねぐらいのとこだったら全然我慢できるわって人だったら iPad 64GB 買って外付け SSD の運用ってのは、まあ、可能だなっていうふうに思ったし、むしろね平岡はちょっとストレージ使いすぎたんだけど私はそんな使わないから、まあ、週でだいたい 20GB 分ぐらいをせっせとね外付け SSD に移行してれば iPad の
内蔵ストレージはね、割といつもこう空きがある状況を作れるよみたいな人だったら、結構ね、その 64GB と外付け SSD の運用ってのは可能なんじゃないかなというふうに思いました。なので、まあ、判断するポイントはですね、やっぱり 10GB でだいたい5分ちょっとってのがうまくいった時の時間だと思ってもらえれば、その時間をね、こう内蔵から外付けにちょこちょこって移動させていくってのを、どれぐらいの頻度でどれぐらいの時間かかって許容できるのかってのが一つの判断材料になるかなと思います。まあ、僕みたいなね、もうその毎日毎日何十ギガもね、まあ、自分の動画を撮ってね、それをこうせっせと編集してアップしてみたいなことをやってる人にとっては、ちょっとその 64GB と外付けストレージの運用は厳しいのかなっていうふうにね思いましたね。はい、というわけで今回はですね、 64GB っていうね、最小ストレージ構成の iPad と外付け SSD を使ったね、そのストレージの活用っていうのが具体的に現実的に可能なのかっていうのをね、僕の観点からちょっとお話してみました。まあね、そのストレージで結構金額変わってくるので、この辺はね、人によって難しいなと思うんですけども、まあ、僕なんかの場合はね、時間の方がすごく大事だなっていうふうに思ってしまう人間なので、少しでもね、その時間をかけなくていいのであれば、内蔵ストレージをたくさん用意して、不要なデータを内蔵ストレージから外付け SSD に移す時の時間とか頻度を極力こうね、少なくしたいなと思うので、そういう人にはあんまりお勧めしないこの運用方法なのかなっていうふうにね、思いましたね。まだね、iPad が外付け SSD 認識できるようになったとはいえ、結構エラーが多かったりとかね、その使用的に何時間かかるか分かんないとか、まだまだ改良余地たくさんあるんですよ。なので、まあ、今でこの段階なのでね、今後この状況ってもっと好転していくとは思うんですけども、現段階ではこんな感じで、ちょっと問題も多いので、その SSD が使えるからといって過信して、iPad の内蔵ストレージは少なくてもいいよって思わない、まあ、思いすぎるとちょっと危ないのかなっていうふうに感じました。まあ、今日の動画はね、少しでも皆さんの iPad 選び、ストレージ選びの参考になれば幸いです。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画もですね、少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、というわけでアフタートークなんですけども、前からね、ちょっと iPad Air と一緒に買って欲しい欲しいって言ってたこのロジクルのね、フォリオタッチキーボードやっと届きました。まだちょっとね、最近すごくこう時間がなかったりとかバタついててね、開封できてないんですけども、パッと触った感じはですね、まあ重いですねこれなんかね、これが僕最適解だとかね、結構動画で豪語したんですけども、実際触ってみるとまあまあ重いんで、これはちょっとマジックキーボードとスマートキーボードフォリオとの使い分けとか、果たしてどれが一番いいのかっていうのは純粋に比較できないなっていうふうに思ってきましたね。なんか iPad って最近ね、どんどんこうハイスペックになってるし、でもその分やっぱ重くなったりするじゃないですか。で、一方でね、この間 Mac もね、 Apple シリコン搭載した Mac、 Mac 上で iOS のアプリが動くようになったりとか、あと今回 iPhone 発売された時も iPhone 12 Pro Max っていうのがこれまでで一番大きな筐体サイズになったりとかして、どんどんね、 iPhone と iPad と Mac ってちょっとずつこう近づいてきてるような気がするんですよね最近。なので今後ね、よりどうやってデバイスを分けていくかっていうのがすごい難しくなってくるなっていうね、そういう時代が来たなっていうふうに思いました。 iPad Pro とかにこれつけたらもう Mac じゃんって僕もちょっと思ってしまうぐらい重いなって思うし、まあ Mac でね、 iOS のアプリが一部動くんだったらもう iPad いらないじゃんっていう気持ちもすごく理解できるし、iPhone 12 Pro Max 買うんだったら iPad mini はさすがにいらないよねっていうのもなんとなくまあ気持ちはわかるって感じで、まあますますデバイス選びね、混乱してきたなと思うので、僕もちょっといろいろ機材とか最近入れ替えたりする中で、なんか最適なね、使い分け方とかがあればまた動画でご紹介したいなというふうに思います。最近ちょっとね、プライベートの方でもいろいろあって、動画あんま時間かけれてないんですけども、たくさんね、紹介したいものとか、撮りたい動画とかお話したいことたくさんあるので、ちょっとまあマイペースで無理しない程度にいろいろ頑張っていければなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。